こんにちは、ファッキンオサムヘルマット丸山です。バトマン見てきました。ちょっと今日話長くなりそうなんで早速いきたいと思います。最初ネタバレなしで、語っていきます。その後ね、ストーリーに沿って、話していきたいなと思っております。先行上映で見てきました。東宝シネマズ新宿ですね。ちょっと最初関係ないけどいきなり、エンドロールのところでね、あの前の方にいたね、あの外人のお客さんが立っててね、なんか踊ってんすよ。踊ってて、うわ、怖っ、何と思って、大丈夫かなと思って、あのダークナイトライジングの時にあのちょっと銃撃の事件があったりしたじゃないですか、アメリカで。なんでちょっと大丈夫かなと思って、でなんか出てく時にそのお客さん頑張ってくださいっつって、エンドロールを見てる俺らをバカにするようなというか、まあちょっと怖かったなという話でした。はい。ちょっと総評というかまとめからいきたいと思います。本がよくできた、クライムノワール、アクション犯罪映画になってますね。これね、日本文の密度ある話を、一本にしてるんで、ものすごい、密度グッとなってます。これ凄まじい映画ですね。はい。絵で言うとね、ほとんど夜で雨が降ってるという感じで、めちゃめちゃ絵がずっと暗い。で、まあ昼間のシーンもちょろっとあるんですけど、色が全然ないですね。まあ晴れてないし、色をだいぶ抑えた感じのルックになってると、もうノワール調なルックになってるというところでございました。で、撮影監督、グレイグ・フレイザーという方が撮影監督やってますと。最近だとデューンとか、なんだっけ、ローグワン、バイス、マット・リーブスと一緒にやったのはモールスと。で、フォックス・キャッチャーも撮ってる撮影監督の方ですと。特にデューンとかね、もうめちゃめちゃ絵がすごい映画でしたけど、絵を見るような映画でしたけど、まあそういうアート系の映画もやってるような方が撮影監督をやってるというところです。 IMAX で見るのがすごい久々で、ちょっと田舎に住んでるんで、でけえ画面まあ音もすごい響いてくると、やっぱ IMAX で見てよかったですね。はい。音の演出がね、結構細かいというか、ちょいちょい使ってくるので、IMAX で見たのは正解だなと思います。はい。で、まあ俳優です。ロバート・パティンソンですね。はい。もう予告見た時からもう目がやばいと、もうハマりすぎてるというところでございました。むちゃくちゃハマってる。バットマン、今まで見たバットマン役の中で一番ハマってると思います。むちゃくちゃかっこいい、ドンハマりした病んだバットマンやっております。素晴らしかったです。ロバート・パティンソンといえば僕の中だと、クローネンバーグの、最近のね、クローネンバーグに出てる印象が強いですね。コズモポリスだとかマップス・トゥ・スターズかなに出てた、イメージがありますと。あと、まあテネットですね。はい。ニール役、めちゃめちゃいい感じの、相棒サイドキック役をやってたと。ニールはめちゃめちゃ大好きだったので、だからもう僕遅れて見たんですよね、テネット。テネット見た直後ぐらいにバットマン、ロバート・パティンソンがやると。わ、これはハマってるなと、もう思った次第でございました。まあ、めちゃめちゃ良かった、ロバート・パティンソンというところ。で、キャットウーマンですね、セリーナ役、ゾーイ・クラヴィッツでございます。かの有名な、レニー・クラヴィッツの娘ですね。はい。レニクラの娘だとまあどことなく似てますよね、レニクラにね。で、まあなんといってもマッドマックス、ワイブスの一人をやってましたというところです。銃をね、こうめっちゃ掃除したり、ね、銃が、割と扱えるようなワイブスとして出てましたね。はい。その印象がありましたというところで、リドラー役のポール・ダノですね。ポール・ダノがもうすごいです、これ。イカれた、もう陰キャ陰キャというか、もうネジの外れた、頭のおかしいサイコパスやらしたらもう最高です、ポール・ダノは。はい。めちゃめちゃ良かった、ポール・ダノ。ポール・ダノ、僕としては印象深いのはスイス・アーミーマンかなが一番面白いなと。面白い、まあ一番印象に残ってるのはそれですという感じでございます。ではここからネタバレありで、語っていきたいと思います。本編の前の
今年やる DC の、映画のね予告がバンバンと出ますと、ここがまあまあフラッシュ好きなんですよね僕。またフラッシュ好きなもんでね、良かったですね。フラッシュの予告が見れましたと。フラッシュ楽しみですね。はい。話に入っていきたいと思います。いきなり、スコープの画面から始まりますね。で、アベマリアが流れてますというところです。ここね、最初バットマンの視点かなと思ったんですが、違いましたね。リドラー視点だったというところ。いきなり、こうなんでしょう。ミスリードってほどじゃないけど、いきなり事件が起こるというところですね。で、リドラーのね、出現シーンもね、ものすごいホラー的な、ホラーを意識した演出で登場してくると。このもう最初のシーケンスでもね、思うことなんですが、バットマンが出てくる前にもうリドラーというか、敵が出てくる。そして殺人が起こる。というところでですね、ヒーロー映画というよりは、犯罪映画、ノワールの、毛が強いよという、開幕宣言のような、ところがあったなと思いましたね。はい。で、そっから、バットマンのモノローグに、繋がりますと。モノローグが、まあ、むちゃくちゃかっこいい、モノローグ。やばい。超かっこよかったですね、あそこはね。もう、病んだ。何も希望のないような、落ちたトーンで喋る、ブルース・ウェインというところです。で、出動していくバットマンと。もう、最初のバットマンもね、もう、完全にもう、セリフでもあるけど、復讐の化身、恐怖の化身と、闇の使者というところを体現している感じですね。でもすでに、恐れられてるというところです。で、ここもね、そしてまあ、オリジンはオリジンなんだけど、なんだろう、誕生誕というか、バットマンになる手前を描かなかったのがまた良かったですね。はい。そこを省いたっていうのも良かったです。で、最初のハロウィン の白塗りの子たちとのファイトですね。ここがまた、かっこいい。やりすぎです。やりすぎなバットマン。やはり、なんていうか、復讐の化身、もう暴力の化身ですね、もはや。あそこは。になってるバットマンがあると。殴りすぎなオーバーキルバットマンが出てくる。で、それでアジア系のね、被害に遭ってた人もビビってるんですね。まあ、ヒーローじゃないですね、やっぱね。そういうところを見るとね。もう暴力、正義の押し付け、というようなイメージのバットマンが出てくるというところです。で、ちょっと進んで、市長のね、市長が殺されてますと。で、殺人現場行きますと、いうところで、市長の息子が出てきます。第一発見者、市長の息子が出てきます。で、バットマンと目が合うと。で、流れるのがニルバーナですね。サムスイング・イン・ザ・ウェイが流れるという感じです。ニルバーナ。はい。はい、かなり有名な、ネバーマインドに入っております。ネバーマインドのね、B 面の最後、サムスイング・イン・ザ・ウェイだと。まあ、今回ので、バットマン、マット・リーブスはね、脚本書いてる段階で、このサムスイング・イン・ザ・ウェイをずっと延々リピートしながら、脚本書いたというところですね。劇中でも使われるようになってますというところです。で、このバットマン、この暗さ、もう光の、目の光のなさはもう完全にカート・コバーンですね。カート・コバーンモデルになってる、バットマンだというところです。序盤は特に。で、あと歌手との共通点も多分にあるという感じですね。このサムシング・イン・ザ・ウェイはね、まあベジタリアンの曲と言われてるんですけど、歌詞を見てみると、俺が罠で捕まえた動物はみんなペットになる。俺は草と天井からの雨だれで生きてる。魚を食べるのはいいんだ。連中は感情がないから。はい、ここです。この、なんでしょう。この選別意識ですね。この選んでる、このベジタリアンの食べていいものと食べちゃいけないものの、この選別意識が、このバットマンにも共通している。殴っていい、もうぶっ倒していいやつとぶっ倒さない、善良なもの、人の区別をつけている
人物だというところで、サビの歌詞、何かが引っかかる、何かが引っかかると、このやり方でいいのかっていうのがまだ定まってないっていうのが、うん、この冒頭の曲でわかるというところです。で、まあ、だいぶ飛びますけど、すごい捜査ものになってきますね。完全に探偵というか、ノワール、完全に捜査を軸にした、話になってくると。まあ、アクションが全然ないですね、中盤。はい。で、そこでですよ、もうめちゃくちゃ強大な陰謀というか闇が浮き彫りになってくると。まあ、このもう、なんだろう、プチエンジェル事件みたいな、日本で言うと。もうそれぐらい、もう触っちゃいけないぐらいの街全体にはびこる闇というか、まあ、街と対峙するというところですね。このパンフレットにも書いてあるんですけど、まあ、チャイナタウンを参考にしたというところなんですが、すみません、ちょっとチャイナタウンをね、私ね、ちょっと見れてないもんで、あともう明確に、参考にしているもの、フィンチャーの作品群ですね。完全にもう、もう序盤は、なんだろう、もうセブンじゃんと思って、完全に。狂気的な、なんだ、シリアルキラーっていうところと、まあ、そのメッセージを、操作側に残していくところから見て、まあ、フィンチャーでもセブンじゃんっていうね、ところを思ったんですけど、まあ、その後のね、操作シーンの長さから、あれ、ゾディアックじゃんっていうところですね。ゾディアックなんかこれはっていう。まあ、マインドハンターもあるとは思うんですけど、まあ、ゾディアック味がだいぶ強いという感じがしましたね。まあ、その時点で僕はやっと繋がったってとこなんですけど、リドラーもだいぶゾディアックという、なんでしょう、殺人鬼を意識しているキャラクターになってたんだなっていうのを、そこで思うという感じです。あとね、影響元で言うと、まあ、スコセッシもね、だいぶあるんじゃないかなと。また、まあ、ジョーカーに引き続きなんですけど、スコセッシ味、まあ、タクシードライバーだとか、まあ、グッドフェローズ、まあ、そのですね、ペンギンだとか、ファルコーネが出てくるとか、イタリア系のマフィアっぽい人たちが出てくる。まあ、ここを考えると、やっぱりね、あのスコセッシのマフィア映画、まあ、グッドフェローズとか、あの辺の感じがすごい見えてくるというか、そこを意識せざるを得ないという感じでした。あと、まあ、ゴッドファーザーもね、という感じでした。まあ、ペンギンのスピンオフをやるらしいから、そっちはゴッドファーザー味がだいぶ強くなるのかな。どうなのかな、ちょっと楽しみです。汚職検事の殺人が起こる前ぐらい、まあ、そんぐらいから、まあ冒頭からね、市長の顔にね、ノーモアライズになってたけど、まあ、この辺りからリドラーが、単純な怪奇殺人鬼というかではないと、政治的な目的を持った殺人鬼だっていうのが分かってくると。そうで、リドラーは正義のつもりでやっているというところが、浮き彫りになってきますね。完全にやりすぎというか、人殺しちゃってるんですけど。で、バットマンのことを同類だと思っているというところです。まあ、バットマンの敵ってバットマンの対比になってるのが、ほぼそうだと思うんですけど、ここもまた対比になってますという感じがしました。バットマンは殺さないけど、リドラーは殺すと。で、まあ、最終的なクライマックスのシーンでも思うんだけど、リドラーの目的は街の破壊だと。で、バットマンの目的は救済だというところで、非常に対になったところが見えてくるという感じです。で、その汚職警官を殺すところもね、あのアメリカで昔あったね、ピザ配達人爆死事件のオマージュになってるという感じでしたね。はい、その後ですよ、バットモービル出るところですよ。バットモービル。すごかったっすね、登場シーンで、ね、バットモービル。めちゃめちゃ最高でしたね。もうホラー演出ですね、あれ。もう、こう寄ってって。カットバックしてペンギン映って、ペンギン。で、演出としちゃうっていうね。この作品、唯一のギャグシーンみたいな感じになってた。なってたじゃなってた。どうだろう。はい、もうめちゃくちゃかっこいいですね。むっちゃ煽ってやっと出てくるバットモービルと、そして超最高のカーチェイスが始まりますね。カーチェイスめちゃくちゃ良かったっすね。なんだろう、すげえ視界悪いし、めっちゃ見づらいんだけど、超面白い。カーチェイスがもうすごすぎました。はい。ちょっとね、あの切り抜け方もね、ちょっと理にかなってる。まあ、すごい奇跡起きてるけど、理にかなってるってのが良かったっすね。ガーン、バーンってなって、車運ぶトラック、
がバーン来てシャッて開いてソッて行ってで、あのペンギンあそこね一個あそこワンカットで行ってほしかった。俺は一個だけ言うとすれば、俺はペンギンの横顔、横顔の正面かペンギンがあって外があると、うわーフォーっつって行ってると、でここなぜカット割ってしまったんだと、カット割らないで行ってほしかったな、あそこはバーって言ってフォーっつって行ってて、カット買ってフワーンって火の中からもうマッドマックス張りに出てくると、あそこ絶対ワンカットの方が良かったっしょ、ワンカット用でなんか尺も用意してたと思うんですけど、あそこはねワンカットで行ってほしかったな。ここだけ懸念点ですね。はい、ペンギン追い詰めますと、 あそこもまたホラー演出、ゆっくり近づいてくるバットマンで覗き込んでくる、なんか J ホラーっぽかったらちょっとねなんか怖いです。今回の、そう、今回のバットマンね、だいぶ怖いと。狂気がね、前面に出てる。まだ若いから、出てるっていうところもいいですね。はい、父の罪が浮き彫りになってくると。見てはいけないもの、見たくないものを、見てしまったというところですね。深掘りして。で、自分の信じてたものが全部バーンと崩れると。いうところでした。これがまたラストに繋がってくる、ラストの選択に繋がってくるというところでした。で、この親父の死を知ったところからもう完全に話が変わります。完全にベクトルがファッと変わります。リドラー一回関係なくなる。こっからこれがまあいいんだか悪いんだか分かんないけど、もう完全に関係なくなりますね、ここね。で、ファルコーネのクラブに行きますと。ここで、予告例もありました。銃撃の光だけで見せる、アクション。ここ素晴らしい。むちゃくちゃかっこいいですね、これね。だんだん近づいてくるのが一瞬だけ見える。まあ、またここもホラー演出みたいな感じがありつつも、めちゃめちゃかっこいいと。バットマンだから、かっこいい。というところでした。ここのケレンミね、素晴らしいです。はい。面会室のシーン。ここが素晴らしい。またね、徐々に盛り上がってくると。ここ音楽の演出もあり、ポール・ダノの熱も帯びてくると、演技の熱も帯びてくるという、ここね、ここすごいね。こう徐々にこう上げていくというところも、バットマンもね バンバンやる。これが、よかった。これもよかった。バットマンバンバン、ガラスバンバンやると思う。で、またアベマリアを歌うリドラーという感じでした。ここもね、大砲みたいな感じでね、使ってましたね。美しい旋律、アベマリアの美しい旋律と恐怖を煽るような音楽がもうぐちゃぐちゃになってカオスの状態というところですね。で、まあ謎解き終わって終わるかなと思ったらね、終わりませんでした。はい、やっぱりだ、最後またもう一つアクションがあることで、やっぱバットマン映画、ヒーロー映画なんだっていうのをまた再確認というか、もうベクトルグーッと、もうハンドルグーッといって、もうギリギリこうバットマンになっていくっていうところですね。はい、リドラが SNS 使ってる仲間募ってたってところも、これもまたね、現代的なアプローチの一つかなという感じでしたね。はい、で洪水が起きますと、爆破が起きて、でこれさ3月11日公開じゃないですかね。これ日本の配給は狙ってたんですかね、ワーナーさん。どうなんでしょうね。やっぱどうしても考えちゃいますよね、311にやるっていうのと、まあ洪水のシーンがあるっていうところ、どうしても被ってしまう気がしますと。洪水ですよ。はい、でリドラーが洪水やるって何がしたかったのか、アベマリアも関係してくるのかなと思いながらも、聖書あんま詳しくないんですけど、ちょっと知ってる方いたらちょっと補足してほしいなという感じなんですけど、アベマリア、まあ賛美歌じゃないですか、キリスト教の。って考えると、リドラーのやりたかったことっていうのは、ノアの洪水をやりたかったのかなというのをちょっと思いましたね。はい、ノアの洪水っていうのは、まあまあ、ざっくり言いますと、リセット、人類のリセットですね。人類、まあ、地球のリセットか。だから神を信じる者だけが救われるというか、みたいな感じの、話だったと思うんです。リセット、街のリセットをしたかったということなんじゃないかなと
いう感じがします。で、またここで絡んでくるのがオニルバーナのサムシングインザウェイだというところです。だからそうね、さっきの選別ですよ。殺していいのか、こいつは殺していい、こいつは殺さないでいい、その選別をリドラーもやったと。カートコマンってあのダブルミーニングをねよく使うんです。あの詳しくはあのミノミュージックのあのスメルズのあの和訳動画をちょっと見てほしいんですけど、よく使うとダブルミーニングで、あの面白いなんか記事がちょっとありまして、サムシングインザウェイの和訳をしてる方が、いまして、まぁ、あ、ちょっとあのあんま話半分で聞いてほしいなっていうところなんですけど、サムシングインザウェイサビの歌詞をね、違う訳し方で訳したというところです。俺は命を奪う生き方はしない、正しいやり方なんだ、動物は殺してはいけない、命は尊いんだというね訳し方をされてる方がいましてですね、これちょっとまあ貼っとこうかリンク、はい、いまして、まあこの意訳ですよ、意訳というかまあ和訳を見ると、これもまたバットマンの心情にまた関わってくるというか繋がってくるじゃんって思ってもうそこまでそのこの物語というかバットマンの根底にまでもうニルバーナがあった、この映画のねというのを思いましたね。はい、バットマン下に落ちます、ケーブルを切って下に落ちますというところです。キャットウーマンとの会話でもありましたね、あの廃墟のビルみたいなとこ、なんか金持ちみたいねみたいな、金持ちみたいな考え方ねみたいな言われ方をしましたね、バットマンは。でその後の面会室で、リドラーにですね、金持ちは見下していると、俺たちもそういうもんだみたいなセリフがありますと、まあ、それが伏線になってというか、ブルース・ウェインはただの薄汚ねえあの汚職にまみれた金持ちじゃねえというところを証明しますと同時に人命救助です。人命救助をしてリドラーとの違いもはっきり見せると、これはバットマンだとブルース・ウェインだというところをしっかり見せるというところですね。あとね、人命救助初めて見ましたね、ちゃんとやってるとこ。そこでまあこれがヒーロー映画たるゆえんというか、バットマン映画たるゆえんが最後にしっかり見れて、わーあともうこれは熱くなりましたね、はい、あとねアーカムアサイラム精神病院を描いたのもあれ初めてっすか、どうだったっけ、昔のやつ覚えてないんですけど、ちょっと楽しみですね今後ね、アーカムアサイラムが出てくるっていうところで、はい、非常に濃密な、もう濃い、むちゃくちゃ濃い、映画ザ・バットマンでございました。最高の一本でした本当に、むちゃくちゃ面白かった、はい、本当トイレだけ本当気をつけないとやばいっていうところですね、はい、本当に暴行との戦いでもあるという感じでしたね、はい、長らくありがとうございました。皆さんの感想も、コメントでぜひお願いいたします。そして、チャンネル登録高評価何卒よろしくお願いしますというところです。それではまたお願いします。